このね、今歩いてきた道っていうのは30メートルまで来た。ナッチの先がね、全体がね、大社紀伊勝浦まで帰る。ナッチ大社への道のり、歩いてきた道っていうのは車とかで来ちゃうとちょっと体感できないかもしれないね、うん、車だとそのままもう目的地の場所に言えば、瞬時に着いちゃうから、この散策、まあ、車で来てもわざわざ散策するよって人だったらいいんだろうけれども、バスで来るとね、バスとか電車使うとね、いいところっていうのはね、引き返さなくていいってことなんだよね。例えば山越えして、峠越えして反対側に出たとしても、そのまま別に引き返さなくていいから。せっかく来たから入ろうか、入場に。
うん、那智の滝がね全体がね見える。うん、こっからはちょっと滝壺は見えないかな。あ、これね、那智の山々がねすごい綺麗に見える。なんか少しもやがかってすごい幻想的。
ス売ってる。10時22分っていうのに乗って紀伊勝浦まで帰る。紀伊勝浦行き。このバスがそうなんだけど、紀伊勝浦まで帰ろう。